おはようございます。ジャパニーズポーターのケンゾーです。本日で Day 29th 29日目となりました。本日が最後ですね。ラストデイ、ラストデイ働くの今日が最後です。で、明日飛行機で帰ります。1ヶ月やってきました。ここまであっという間でしたね。いろんな変化があって、いろんな時間があって、まあ、その話はまた今日の午後か明日の帰り道かで、こう、こんなことが変化したよ、こんなことがあったよっていうことを話そうと思ってます。とりあえずね、今日最後の日なんで、まあ、今日も怪我なく安全に帰ってこれたらいいなと思います。ちなみに最後の最後にまた前の宿に戻ってきて、料理ができるようになったんで、今日朝から とろろ納豆めかぶそば食べました。曇りですね。曇り。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私今日最後です。ついに。いや、1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございます。いろきにはいろきました。ラストデイ、いろんな時間を、仕事も含め、ジャパニーズポーターも含め、夜の鍋も含め、もういろきがいて、いろんなことできました。ありがとうございます。時間だね。めっちゃいろんなこと話した。めちゃめちゃいろんなこと話した。1ヶ月、1ヶ月だね。1ヶ月か。今日で29日目。うん、いやー、あっという間ですが、濃い時間だったね。これ以上はないってぐらいやったんじゃないでしょうか。やりきってます。やりきったね。やりきってます。今日もラスト1日。まあ、ひろきはまだいるんか。そうだね、俺はあと1週間、あと1週間ちょいかな。1週間、2週間、はあと1、2週間まだ続きます。まだ続きます。まだちょっと先に帰ります。雨だね。ね、雨降ってるね。今日、本日雨。今日は悪戦部だけ。今日は悪戦部だけ一番長いところで、長いところです。頂上まで行って下って回収して頂上もう一回立って戻ってくるっていうルートですね。万全に行きましょう。万全に行きましょう。ラスト万全にやっていきたいと思います。それでは今日もよき、レッツゴー、レッツゴー。よし、行ってきます。下が後ろ足を踏んで、ま、前に進めると。そう、その時に、そうそう、体の真下に足が落ちてんだよね。そう、こう足が前に出るわけじゃなくて、そう、こっち側で進んで、こっち側で落とすと。進んでというか、こんな感じですね。足を、体の下に足を下ろします。そう、その時にもう乗ってるの、ここに。ここにバチ乗せて、片足でも立ってるくらい乗ってるんだよね。で、こっちの足で。で、後ろ足を後ろに送るんだよね。送る。ほら、なんか上半、あ、そうそうそう。ちょっと。そう、こうやって、ストップって言われた時に、こう、バシッとこういうの止まって、止まれるぐらいの位置に常に足を置いてあげるんだよね。ストップお願いします。いいよ。ストップ。なんかちょっと面白いね。ちょっと違うけどなんか面白いよ。で、そう。でもさっき言ったゆっくり大きく歩くって言ってたのは、この後ろ足、後ろ足を言えば、今まではここなんて言うんだろう。ちょっとこう下げたらさ、前にやってた足っていうのをちょっとだけこう残してあげるじゃないけど、さらにちょっと遠くに、一個遠くに残してあげるんだよね。飛びそうじゃん、もう。残すんですよね。そう。ぎこちないな。まず体の下に足が落ちる。はい。で、後ろ足はこう、なんていうの、ここまでこう、なんていうんだ、送ってあげるって感じ。送る。そう。手を移して。こういう感じだけど。うん。でも、急な坂とかはさ、こんな普通に歩けないから、ちょっとなんかこう、こっちにこう、残してあげるじゃないけど、そう。なんか、残して。よし。極端に色こんな感じ。まあでも、それで普通に歩いてこないよ。
で体の下に足を落とすポイントはちょっと前のめりというか、かかとに乗ってたら後ろじゃん、うん、後ろになるじゃん、うん、前に行けばさ、そのうちはさこう足が出ちゃうじゃん、うん、そのちょっと前に倒れるぐらいの位置に体をちょっと置いといてあげるんだよね。その時に必要なのがやっぱ体幹なんだよね。ああ難しいですね。ここからさ、例えばこうやってやっていけばさ、あ、帽子球になるじゃん。あ、呼ばれたね、ちょっと行ってきます。歩き方講師はまた後で。よくわかんないけど、月の動きちょっと見れてないです。結構いい感じよ、この今日も虫がまです。ラストデーです。最終日までやってきました。最終日も結局虫釜です。虫釜好きや。この絵は4回目になります。ででんこの、ね、取り出す時がめっちゃ熱いんだよね。あ、もうあれじゃない、全部取られた、チリ取られたんじゃない。あの熱すぎて何も入ってなかった。何も入ってない。え、そんなことあるの。おー、え、何それ。場所違った。場所違いました。はいはい、ででん、あー、チリとなってませんでした。そこ、この取り出す時がめっちゃ熱いんだよね。熱いね。その時が一番熱い。おー、空、今日も空。これと、これと、こっち、エビ、豆腐、お、お肉。じゃあこれは、締めます。あー、なるほどね。何それ。あ、それだ。それ用の棒なんだ。それ用の棒だわ、これ。知らなかった。ずっとこんなんだったね。ねえ、俺もいつも熱いとか言いながら、この時が一番熱いと思ってた。うわー、今日もっちゃげん。それで持ってくん、それ落とすよ。大丈夫大丈夫。おー、プロフェッショナル、嬉しいです。じゃあ、いやー、1ヶ月間ありがとうございました。空となります。ありがとうございます。あー、最終日見れるじゃん、夕日。おいしそう。乗せる、この上乗せちゃうか。ポーポー、乗せて返しちゃおうか、これ。最後の夕日です。長崎から見る。いやー、よかった。ずっと雨続きで、今日も朝作業しながら雨で、夕方、昼夕方ぐらいかなに晴れて、いや今日も最後夕日見れないかなって、このまま見れずに帰るかなって思ってたんで、見れてよかったです。虫が増しながら長崎トリップ、よかったな。めちゃくちゃ良かったです。だいぶいろんなものを見させてもらいました。いろんな体験させてもらいました。仕事ももちろんそうだし、仲間たちとの時間、いやこれすごく大きかったですね。仲間たちとの時間すごく大きかったですね。まあ、ひろきがね、ジャパニーズポーターでよくピックアップされましたが、それ以外の、まあ、島田くんや清水くん、ケンタ、山里林業の人、それ顔は出してないですけど、この元会社のこう人たち、おじちゃんたちとか、本当にそういう人たちがいてくれたからだなっていうのを、こんなに充実できたのは、いろんな人たちがこういてくれて関わってくれたからだなって思いました。たくさん笑いました。たくさん笑った。今ちょっぴりしんみりします。最高です。本当にいい時間をありがとうございますって感じですね。
最後にこの日が見れて本当に良かった。見送られてる感じします。ありがとう。かわいい少女、夕日バックに伸びてます。ありがとうございました。何回や握手するありがとう、ひどきまして。また会おうよ、どっかで。また秋か。また秋だね。また会いましょう。おっす、ね、お疲れした。お疲れした。1ヶ月お世話になりました。いやー、またどっか で会いそうだね。で、うん、みんな旅立ちですね。崩しとこう。ケンタ、センキュー。俺昨日野良猫に引っかかれたから小指が痛いですよ。お、じゃああれじゃん。私どうだ。最悪ですよ。最悪、いつも通りじゃん。どうですか。いつも通り。疲れ気味な感じです。だいぶみんな、あの、やってくれたんで昨日一緒に。島田くんいない。ねえ、島田くん。また会おう。俺は帰るよ。はい、鹿児島で会いましょう。鹿児島で会いましょう。おっす。元気でね。会えるように努力します。おっす、おっす。ありがとう、はい。楽しかったよ。一緒に時間過ごして。また会おうよ。おっす、おっす。じゃあ、両手で。両手で。待って、両手ラックス。よし、じゃ両手ラックスね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。おはようございます。ねえ、帰りますか。帰りましょう。お家へ帰ります。1ヶ月間ありがとうございました。昨日もみんな今日仕事なのに最後の最後まで付き合ってくれて、結局寝たのは、私は3時か3時半ぐらいでしたね。だけどみんなは今日も仕事に旅立っていきました。私も旅立っていきます。いや、楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったですね。愉快な仲間たちと、いい仕事と。さあ、旅立ちです。旅から旅へ、旅から旅へ続いていきます。
虫がもありがとう。今日は海が真っ白です。その先が見えない。バスの時間も調べずにとりあえず行っていいタイミングで乗ろうなんて思ってたら、なんと2分だけ間に合わずでした。っていうか、まあ2分前にバスがあったっていうだけなんですけど、だから42分40分ぐらい待つことになりました。一番最初のとこです。完全オバマライオンズクラブで、ちょっとまたのんびりします。始まりはここ、終わりもここでした。はい、はい、帰ってきました。静岡 is my home。 いやー、重たかった。こいつら疲れました。無事帰ってきた。素敵な旅をありがとうございました。まあ、また今回ちょっと仕事多めだったんでね、あんまりいろんな景色だったりを届けてあげることちょっとできなかったんですけど、その分なんかこれ俺がすごいいろいろベラベラ喋ったりして、そういったまあ建造ワールドみたいなのは少しお届けできたのかなって、まあ自分なりにもちょっとだけは表現できたのかなって思ってます。それではありがとうございました。チャオチャオ。